恐ろしいほどの静けさが漂う川口湖。低く垂れ込めた雲がその水面に映し照らされていた。多くのフィッシャーマンたちがユートピアと呼ぶここ川口湖には、あの鋼鉄種ブラックバスが湖底に潜む。北アメリカ原産のブラックバス、1925年の芦ノ湖放流以来、今では北海道を除く全ての地域で生息する。俊敏なハンターは小魚を追い、そしてフィッシャーマンを湖底から嘲笑う。バスが群がる場所には一定の法則が見られるという。水通しのいい場所、餌を取りやすい場所、安全な場所、日陰などである。しかしそのポイントを的確に探し当てるには、長い経験と豊富な知識、そして野生的ともいえる鋭い勘を要求される。バスは一体どこにいるのか。今その問いにプロが答える。こんにちは、徳永健三です。本日はですね、水中映像で見るブラックバスポイントマップ川口湖、新しい映像の世界をお見せしたいと思います。皆さんがブラックバス釣りを始めまして、一番、悩まれること、これはですね、どういうルアーを使ったらいいか、そしてバスはどこにいるか、そういったことがですね、なかなかわからない、こういう話はよく耳にします。そこで今回、私徳永健三と、川口湖を本拠地とします、東坂プロ、沢村プロ、この両名人にですね、川口湖を、水中映像を通して皆さんにご紹介したいと思います。あくまでもですね、皆さんが、目で見てる世界、水面から上の世界というのは、バス釣りをする上において、その、そうですね、1割もない世界です。そしてそれに続く水中の世界をイメージし、そしてそれに合ったルアーをチョイスすることによって、ブラックバスを釣っていきます。河口湖の湖としての特徴、そして釣りの特徴としてはですね、さまざまな要素が、複合した湖である。これはですね、溶岩で、せき止められた湖ですので、溶岩のポイント、これボルケーノロックと言います。それからウィード、多くのウィードが生えております。種類も異なっております。そして玉砂利、グラベルという名前になりますけれども、こうしたような、ポイントが複合しています。そしてあのポイントとしてはあまり良くないんですけれども、泥底の場所もあります。そして湧き水、流入河川、それから水の吐き出し口、そして、何よりもですね、やはり交通の便がいいがゆえに人も多い、ですからフィッシングプレッシャーも高い湖です。ただし魚は多いです。川口湖のポイントを大別しますと、大橋を、境に、ホテル街ですね、そして宇野島、ここを境としました中部域、そして宇野島から奥の奥川口湖に分かれます。これはですね、定質の差もありますし、それからシーズン的な差も出てきます。一番ですね、小さな、そして、人工的な排水塔が入っています、大橋の向こうですね、ホテル街ですね、こちらは非常に水温は、早く高くなります。それから不栄養化しておりますので、濁りもきついです。ただ小魚も多く、魚は多いポイントです。ただしトーナメント会場でもありますし、フィッシングプレッシャーは高いです。そして、最も広い場所、大橋から宇野島までの間、ここには数多くのいいポイントが点在しています。それから宇野島を境に奥川口湖、こちらの方は、人造的な建物も少ないです。透明度も高いです。それから水深も最もあります。ですから春の訪れ、は、遅いです。逆に冬は早く訪れます。ただし、フィッシングプレッシャーが少なく、大きい魚も多い場所です。非常にテクニカルな湖です。日本のバスフィッシングのトーナメントの発祥地と言ってもいい湖です。
ここから、数々の名プロが出ております。私自身も、ここの大会で優勝したことがあります。非常に難しい湖であるが魚は多い、ここを、攻略することによって、日本全国どこの湖に行っても通用する基本的なテクニックを学ぶことができます。そうした意味でですね、このビデオを皆さんの、テクニックの、手助けの一助としてですね、使っていただければと、そのように私自身は思っております。そして東坂プロ、沢村プロの、実力、その片鱗をですね見ていただければ、参考になると思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、沢村幸弘です。河口湖、私のホームグラウンドでもあります。この河口湖のですね、有名なポイント、中でもそのピンスポットであるその価値あるポイントをですね、いくつかご紹介したいんですけども、やはりこの全てをというわけにもなかなかいかないようで、その中でも私のよりすぐりの場所をこうご紹介していきたいなと思うんですけども、ピンスポットであるその価値としてのね、そのピンスポットとしての価値、どういうものが価値として挙げられるのかっていうのも、この中でご紹介できればなと思います。まず初めに選んだエリアとして、ここは通称名ですけどロイヤルワンド前、非常に地形的な変化に富み、それからボトムですね、そこの底質の、まあ、異なるいろんなこうシチュエーションがこう一目で見られると思うんですけれども、まず奥の溶岩帯ですね、黄色いホテルの手前に一つオレンジ色のブイが浮いています。あのブイのですね、沖側が割とこう岬状に張り出していて、その手前がですね大きく落ち込んでいます。ですからまずピンスポットとしては溶岩帯のあそこの一つ、そしてですねずっと手前に切って、今こう3人釣りをされてますけれども、このちょうど前っていうのはですね、底質が非常にこう岸側を見ていただくとゴロゴロと岩があります。この岩のゴロゴロの状態で沖にこう行っていて、ちょうどブレイクしているあたりでもって、魚がこう待機するような、で、フィーディングのタイムになると、まあ、時期によってはトップウォーターなんかでも非常に楽しめる、ここも非常にいい場所ですね。人気も高いですけれども、釣り方によっては応じができる場所です。そしてですね、これはもう一つ船だけの釣りになってしまいますけど、こちらのちょうど対岸に向かう途中にですねブイがいくつか浮いています。あのブイのですね、割と右方向に3つほど重なりがありますね。あの3つほどある重なりのあたりにですね、大きな溶岩の反布があります。あれはもう50アップのですね、今までにこう実績としては非常に高い場所ですね。手前の深さがですね、だいたい今の水位で、まあ、7メーター、6メーターから7メーターの水位から一気に1メーターぐらいまで上がります。で、その頂上に大きな溶岩の反布があるという。ですから地形的に見ても、地質的に見ても非常にいい場所。まあ、ピンスポットとしての代表、まあ、この辺のエリアではこの3つがありますね。ただ、ピンスポットとして捉えることなではなくて、こう大きく、例えば岸釣りでこう歩きながら釣るという場合においてもですね、ここはあのベイトフィッシュも多いですし、あと底質のその、まあ、もちろん根がかりやすいこう溶岩質の大きな岩だったりですから、歩きながら、まあ、ボートからのアプローチでもそうなんですけど、こう流していく一つのこう流し釣りのエリアとしては、これはもう非常に河口湖の中でも有数の場所といえますね。で、釣り方はですね、まあ、もちろんシーズンによっても違いますけれども、まず一つはラバージグ、これはもう外せませんね。それからソフトベイト、スプリットショットやですねダウンショット、脳進化ももちろん、フォローベイトとしては、かなり重要な位置を占めていると思います。ですから、まあ後に説明はね入ってくると思うんですけど、ソフトベイト、スピニングでの釣りの肝としてはですね、ここに限らず糸を細くするってことです。まあ、できればナイロンのものではなくてフルロカーボンのもので3ポンドないし4ポンドといったような細いラインをですね使っていただければ、河口湖で例えば週末にですね、人が多くても他の人よりは多く釣れる、そういうことが細いラインによってのメリットがありますね。ここは二ノ瀬という場所ですね。
奥川口湖の方で足和田のキャンプ場の近くです。ピンスポットということでのご紹介ですが、今この岬の先端に白い船が浮いてちょうど釣りをしていますけれども、あの岬の先端にですね、かなり大きな規模の岩がいくつか沈んでいます。その手前にあれはスチールだったと思うんですが、パイプが1本沈んでます。でこの二の瀬という場所はですね、かなりこう沖に馬の背状にこうずっと張り出していて、その先端はやはり12メーターぐらいまで落ちたような、地形的に非常に優れた場所です。でその斜路場所にある大きな岩、当然バスがつかないわけはないです。で、このエリアとしてもですね、あちらにジャンプ台があります。神見の浜、神見の浜のいわゆる岬の先端も含めてですね、手前の一ノ瀬、岬がこういくつか続きます。水通しも非常にいいですし、ウイドの育成もいい場所ですね。二ノ瀬の、まあ、これは溶岩質ではないんですが岩ですね、ロックの反布、これは、割とですね、岸からもボートからもアプローチが可能かと思います。釣っていくルアーはそうですね、割とプレッシャーが低い場所、低い時にはですね、何でもいけます。ただ当然岬の先端で人が入ります。ですからプレッシャーも高い週末なんかにはやはり割とライトリグで攻めていくのがよろしいかと思います。ここのですね、通称名は私もよく知らないんですが、いわゆる奥川口湖から一つ手前に回ったですね、あそこに一つ岬があります。あれを通称名でラジコン岬と言います。まあ、なぜラジコン岬かというと、まあ、ラジコンをやる方ですね、船とか飛行機、この辺を中心にですね、よくやるんですけれども、この奥ですね、一つ大きなワンドのここはですね、ピンスポットという捉え方ではなくて、割とこう距離としてはですね、あそこに黄色い T シャツを着た釣り人がいます。あそこからですね、ちょうどここ私が立っているあたりまでぐらいのところがですね、フラットなんですよ。こう周りをずっと景色見ていただくと分かると思うんですが、割と岸沿いがこう急に落ちている、そういう場所がこのエリアとしては多く見受けられると思います。この状態からですね、今私がこう立っていて、その黄色い T シャツを着ている彼、この岸沿いを見ていただくと非常に平らなんですね、地形的に。これは湖の中まで同じ状態で入っています。つまり、急峻な場所からワンドの奥深くに奥へ入ることによってフラットエリアがある。でここはですね、湧水が非常に豊富な場所なんです。で湧水が豊富であるイコールウィードの育成が非常にいいんですね。でフラットとウィード、そしてベイトフィッシュももちろん多い。ここはですね、まあ、私河口湖のトーナメントでも何度となくビッグフィッシュやのキーパーとして助けられたいい思い出がある。ここはですね、奥河口湖の中でも、まあ、超高ポイントであると言えますね。でそのウィードが非常にハイシーズンになると濃くなります。そのウィードでの対処としてですね、一つにはやっぱりライトリグ、特にノーシンカーが岸からにはもうおすすめですね。ボートからのアプローチの場合には もちろんノーシンカーもありますけれども、ジグヘッドや、まあ、ダウンショットもあります。ここはピンスポットとしての捉え方ではなく、距離的にはまあ50メーターぐらいですけれども、この直線的なフラットエリア、特にですね、今、私の左手に、黒いジャケットを着て釣りをしていますね。彼の前がちょっと、このエリアの中でも突出した張り出しがあります。あそこの張り出しはここの中でも一つのピンスポットとしての、価値ある場所ではないかなと思います。この50メーター、ずっと粘る場所はないではないですけれども、非常に魚が多く回る。でその多く回る魚たちが一時こうストックされるウイド、
ステイする場所としてこう捉えていくといいですよね。で、漁協の駐車場も目の前ですので、車を止めてこう釣り歩く、そういう場所としては非常に好都合だと思います。私もここへ来て寄宿所することは何度かあるんですけどね、こう見ていただくとこのフラットエリアを大体の方が避けてるんですよ。で、その左の岩ゴロゴロゴッとしたこう見た目に釣れそうだなっていう、その見た目だけの判断であっちの方へ入ってしまう方がほとんどなんですね。で、奥川口湖というのはですね、割と急進であるということが特徴として挙げられます。その急進であるそのこの奥川口湖の特徴として、そのフラットがあるエリアっていうのは非常に少ない。そのフラットというのがやっぱりキーポイントになってくるんですよ。いわゆるフィーディングの場所ですよね。そのフィーディングの場所っていうのがどういうところであるかっていうのが、よく考えればおのずとこういう場所なんだっていうことが判断できると思います。で、ウィードがあって湧水があっていうことないですね。ここはカンタクアンドハワイというボート屋さんの前ですね。寺川という川の流れ込みはまあここなんですが、まあ通年を通してですね、水が枯れることなく流入している代表的な川口湖における流入河川です。他の川はですね、まあ、左手に西川、右に山の神という川があるんですけれども、こちらはあの割と伏流水になって湖に注ぎ込むということは比較的少ない川です。通年を通して注ぎ込む寺川、これはピンスポットとしての価値は非常に高いものがあります。地形的にはですね、割と遠浅で、まあ、底質も泥だったりヘドロだったりという、まあ、地形的な変化には割と乏しいんですけれども、この流入する河川によってその乏しさを補ってくれる。で、まあ、ちょっと見ていただくと沖合にこうパラパラと竹があります。この竹もですね、バスが着くには非常にこうストラクチャーというのストラクチャーとしての価値も高い竹ですね。で、フラットであるがゆえにこういった一本の竹、これがまた価値あるストラクチャーになっていきます。この流入河川によって何が良いかというと、まず夏の降水温時にはですね、水、冷たい水が流入してきます。それによって低水温における溶存酸素量ですとか、逆に冬なんかですと、その湖水が逆に冷たく川の流入河川の方があったかいというその逆効果ですね。その温度差による、例えばですね、マスなんかもそうです。今の時期、まあ、今この撮っている時は6月なんですが、湖水が約20度前後の水温ですね。流入している河川の水温がおおよそですが15度前後だと思います。その冷たい水へ差してくるニジマスなんかも、こうフライをやっている方にとっては、今日すごく空いてますけどね、さっきから見ている限りではよく釣ってます。で、もちろんこの流れ込みの流れ、流進に対して釣っていくんではなくて、バスの場合にはその流進からちょっと外れた場所ですね。ここで割とこう風があったりするとスピナーベイドですとか、まあ釣り人が多い時にはやはりどうしてもラバージグ、ライトリグに頼らざる偉いかもしれませんけども、割とこういうフラットな場所ではもう本当にフィーディングに入った時には何でもガンガン食ってくる、そういう場所でもあります。寺川覚えておいてください。ここは浅川という場所になります。ここでのですね、ピンスポットというのは竹になるんですけども、かなり多くの竹が入っています。で、しかもですね、その竹の、まあ、多く入っているエリアというのがですね、駆け上がりになっているわけです。そのフラットが続いて、そのポンと落ちるショルダーのところにそれぞれの竹がこう刺さっているわけなんですが、そのショルダーからインサイド、つまり浅い方ですね、ウィードがかなりきつい場所でもあります。しかもですね、その竹の中にはこう水面に頭を出していないものも当然あります。ですから人が打っていない竹というのももちろん中にはあるわけですが、今日のようにですね、人がこういない、割とプレッシャーとしては低いエリアなんですね、ここは。しかもそれに見合わず魚がよく釣れるという、まあ、ちょっとやってみようかなとも思いますけれども、まずはその夕方、もうちょっと車高になってるんですが、トップウォーターなんかもやってみたいなとも思うんですが、
手堅く釣っていこうというところで、まあソフトベイトですね、ライトリグでとりあえずはポンと1投目から釣ってみたいなとは思うんですが、基本的にですね、割と手前の方がウィードきついもんですから、ラバージグの重めなんかは難しいかと思います。もしラバージグでやっていくような時には、割と比較軽め、そうですね、重さ的には4分の1オンス 7g ですね、ボートからのアプローチの場合にはその限りではないんですが、岸からの場合にはちょっと軽めのものでやっていくとこのエリアはいいと思います。ここはですね、今光の具合によってもそうなんですが、今私変更していないんですけれども、ちょうど駆け上がりブレイクラインのショルダーですね、ショルダーがこううっすらと見えなくなる、そういう場所なんです。でそのショルダーの上の方に、まあ、グラスパッチがいくつかこう続いていくっていう場所ですね。でしかも、まあ、ちょっとこう見えるかどうかわかんないんですが、ベイトフィッシュが水面でポチョポチョしてますね。ベイトの姿も非常に多く見受けられる非常にいい場所なんですよ。でこういうストラクチャー、例えば縦のですね竹などを狙うときには割とこう直接狙い気味になるんですが、ちょっと向こう側へ投げて手前の方へ引いてくるみたいな、であまりこう近くに投げすぎてしまうと横になっている竹なんかも引っ掛けてしまう恐れがあるんで、人がいないこういうじっくり狙えるときには割とこう割と外して竹から少し距離を置いたところに落としてやるみたいな、そういうのも手ですね。ほら、ウィード引っかかってます。いかがでしたでしょうか。何箇所かこう回ってきましたけれども、河口湖にはまだまだ多くのピンスポットストラクチャーが存在します。これを探し出していくのがまた抜粋の一つの楽しさだと思います。数多く通い、これらの価値あるピンスポットを見つけていく、そしてですね、シーズンとともにどういう場所が良くなっていくのかということも考えに入れながら、ぜひ探してみてください。はい、皆さんこんにちは、東坂です。今日はですね、水中撮影も交えて河口湖を徹底解析しちゃおうっていう企画だそうですので、この後ですね、映像に合わせて、私の解説聞き漏らさないようにですね、しっかり最後まで見ていただきたいと思います。必ず役に立つこと受け合いです。ではお楽しみに。ここは神戸の浜ですね。ご覧いただいた通り、湖中最大の、馬の瀬があるという、大きい岬状のポイントです。底質は砂泥、主に砂利が多く入ります。若干固めの湖底になりますから、春などは、スポーニングベッド、いわゆるバスの産卵床としても適した地形といえます。古代な、巨大な馬の瀬は水の動きを作りますから、特にサマーシーズン、水がバスの快適水温よりちょっと高いなとか、逆に真冬の、バスの快適水温より低いなっていう時に、こういう巨大な馬の瀬っていうのは水の動きを変えてくれますから、非常にバスの生息に関しては1年を通して、適していると言えます。釣り方の、攻略法としては、その時そのシーズンその時間帯によって、その馬の瀬のどこにバスがつくかということを捉えて攻略してもらえると、必ずいい魚がキャッチできると思います。神戸の浜はですね、非常に、足場がいいということで、カップルファミリーに大人気のポイントです。特にこの時期ご覧いただいた通り、非常に芝生も綺麗な公園となってますから、家族連れでバスフィッシングを楽しむには最適と言えると思います。また、駐車場も広いスペースが完備されていますし、トイレの方も設置されておりますから、女性の方でも安心して釣りに来れると思います。はい、次に紹介しますのが、クボイワンドですね。地形的特徴としましては、湖を東と西で分断するとすると、西側にいわゆる奥川口湖と呼ばれる方向によく見られる、岸から比較的急峻な地形、例えば大石川ですとか東側によく見られるような遠浅な地形とは全く逆の、岸からやや急峻になっている地形が多く見られるポイントです。特に、湖両岸にある、岬状のところ、
いわゆる、ワンドの入り口ですね、入り口側にその急峻な地形が顕著に現れます。でこの今僕が立っている奥に来れば来るほど若干遠浅になりますけど、それでも基本的には、奥川口によく見られる岸から比較的急峻な地形だということが言えると思います。底質は泥です。非常に足場のいいポイントですから、特にカップルなどにはおすすめなんですが、一つ注意点としては、駐車場のスペースが非常に少ないです。ですから、ハイシーズンになりますと、若干車のスペースに困りますので、なるべく朝夕、車の空いている時間、また人の少ない時間に狙ってポンと入ると結構大きいのが釣れちゃうかなっていうポイントだと思います。あとこのポイントの立地的な特徴ですね、立地的な特徴というかこのポイントの特徴としては、4月の1日から6月30日までが、禁漁期間となります。その時期はここの立ち入っての釣りができませんので気をつけていただきたいと思います。ただ実際このポイントが非常に生きてくるというのがですね、6月の末から7月の頭頃から、それからサマーシーズンにかけて非常にこの地形の生きてくる、なぜかというと岸からすぐのところに非常に良質なウィードが入るんですね。そのウィードのアウトサイド、いわゆる外側、インサイド、内側などに小魚が集まりますから、バスがそれによって来るという、非常に釣りやすい状況ができます。ですから、サマーシーズンですとか逆に秋口から冬にかけて、バスがちょっと元気がないかなっていうシーズンは、こちらのポイントはおすすめです。はい、広瀬ワンド、西川のインレット、流れ込みですね、西川の流れ込みの方に来ました。ここはですね、この西川を起点としまして、奥川口寄りを、長崎という岬があるんですが、その先端と結んだ線を正式名称としては広瀬ワンドで、この西川のインレットと、今度向こう側ですね、産屋ヶ崎という岬の方を結んだ線が正式には干拓ワンドという2つのワンドに分かれます。今回ご紹介するのはその起点となるこの西川という、流れ込みインレットの周辺なんですが、ここの地形的な特徴としてはご覧の通り、砂泥の底に岩というか、大小の砂利が存在します。で、現在はこの西川渇水していますが、地形的な特徴としてまず湖、初めての湖を見る場合、周りの山を見てもらうんですね。そうしますとこう山並みがこうクロスして、こうちょうどこう結びがこう接点になったところがあります。そういうところというのは当然水というのは高いところか低いところに流れますから、こう山からこう流れた水、こっちから流れた水、それがこう来ますから、その下に川があって渇水していても伏流水として流れるんですね。伏流水というのはどういうことかというと、本来の川の流れのその下にもう一つ伏流があるということなんです。その下にある流れが上に来て出てくる、まあ、そこの下に溜まりがあれば湧水、いわゆる湧き水ということなんですが、ここは湧き水というよりも伏流水ですね。ですから実際この西川は渇水、ここ何年か渇水していますが、その下には流れがあるんだということ、ちょうど私のバッグを見ていただくと分かるんですが、今渇水しているこの西川をこうずっと上流の方面を向けていきますと橋がありまして、その先にちょうどあの山の V ゾーンが見えるでしょうか。先ほど見ましたように水は高いところか低いところに落ちていきますから、あの V ゾーンに集まった水が、ちょっとパチンコの話じゃないですけどね、V ゾーンに集まった水がこう流れ込みを作ると。で流れ込みを形成してるんですが、今これは渇水してますが、この下には必ず流れがあるんだよっていうことを覚えていただくといいと思います。だから常に釣りをする場合、我々が相手をするのは人間でもないし、釣り具のメーカーでもないし、どうしても最近はあの雑誌からの受け売りですとか、そういうメディアから入ってくるものっていうのが我々多いですから、受け入れになってしまうことが多いんですけど、まず初めにありきが何かというと、我々が相手にしているのがブラックバスという、生物なんだということですから、ちょっと難しく言い方になっちゃうかもしれませんけど、ブラックバスの生態を知る。でブラックバスの生態というと難しいんですが、魚類というのは変温動物であるということですね。変温動物であるということは、少しでも自分で体温調節が人間のようにできませんから、少しでも快適な水域を求めてバスが動くんだよということを頭に入れていただくと、これからのサマーシーズンですとか、いわゆるバスがちょっと暑いんじゃないか、今日暑いなって我々が思う、我々が暑いなと思えば喫茶店に入ったり冷房が効いているところに行けばいいんですけど、バスはそれができませんから、お今日暑いぞって言った時に少しでも快適な水域に移動する、そういった時にこういう流れ込み周辺ですとか、先ほど小海の浜なんかでご紹介したような岬のような水の動きが少しでもあるところ、例えば水がよどんでそこが22度だとしても、水の動きがあるところはそれよりより水温が低ければバスには当然快適になります。
ですからこういうインレットの周辺ですとか、伏流水があるようなところ、水の動きがあるところっていうのが、サマーシーズンの一つのパターンということですね。でもう一つ、沢村プロの方がご紹介したかもしれませんが、寺川というインレットとこの大きな差というのは、岸からすぐのところにですね、非常に良質なもの塊が点在するんですね。そのもの塊の点在しているところにバスがつきます。ですからここでの釣り方としては、そのもの塊の周辺を丹念に攻めてもらうという釣り方が、一番ビッグフィッシュに会える可能性が高いというポイントですね。先ほどはまず釣り場に入るときはその周りを見渡すって言いましたね。次に重要なの、これを周りを見渡すということの補足なんですが、まず足元、釣り場に来たら水辺にパンと行くんでなくて、まず足場から観察していく。これで何がわかるかというとですね、例えば僕の足元にこれありますが、こういった大小の岩、あとこういった植物、こういう植物、これ今河口湖減水してますが、通常水があるとどうなるかというと、これ淡水植物になり得るんですね。これが水の中にあるんだってなると、もうそれでヒントがあるわけですよ。で、こういう岩、何にものべつ幕なしでポーンと岸に釣り場に行ってしまうと、そういうのが見逃しがちなんですが、こういう石が転がっている、ああいう人為的に例えば何か火を起こしたように人間が積んだっていうものではなくて、こういう天然にある岩、これが水の中にもあるんだよっていうふうなイメージができるんですね。バスフィッシングで一番重要なのはイメージすること。水の中をイメージして、今バスがどこにいて、どっちを向いてて、どういう状況にいるんだってイメージしていくのが一番楽しいわけで、そのイメージができないと、バスフィッシング自体を 120% 楽しめないし、また釣れる魚も釣れづらくなります。はい、最後にこのポイントでの注意点と、楽しみ方をいくつかご紹介しておきたいと思います。まずこのポイントですが、先ほども申し上げましたが、非常にこのポイントの近く、身近なところに駐車スペースがありません。残念ですが、より身近な駐車スペースに停めていただいて、歩いてきていただくことをお勧めします。で、もう一つ重要なことなんですが、ここのポイントに限らず、この広瀬ワンド、干拓ワンドですね、全域がですね、ルアーフィッシングファンの方には残念ながら、毎年11月20日から翌年3月の20日まで、この期間というのがフライフィッシングの専用の、区域となります。フライ専用エリアということですね。ですので残念ながらその機会、その期間というのはですね、レインボートラウトも非常に釣りやすい時期なんですが、ルアーフィッシングの、ファンの方は残念ながらそのエリアから少し出ていただいて釣りを楽しんでいただきたいと思います。最後になりましたが、このポイント、の魅力を最大の魅力になりますが、一つご紹介します。このポイントは河口湖でも1、2を誇る、富士山を裾野までですね、見渡しながら、正面に見ながらの釣りが楽しめるという絶景のポイントになります。ぜひ一度ここは、ご家族、皆さんで、お越しいただけると、1日楽しい釣りが楽しめると思います。ぜひこちらお越しになってみてください。ここは湖中最大のストラクチャーと言っていいと思います。宇野島、宇野島を抱えたフィールドでご紹介します。まずここの特徴ですね、今私が立っているここは、宇野島の南岸、いわゆる、東西南北で見た南側のスポットなんですが、非常にご覧いただいた通り、特に関西の方には全く馴染みの薄いと思われるこの溶岩地形ですね、溶岩帯であるということが、最大の特徴であると言えます。で、元来この南岸というのはですね、ボートからでないと非常に狙いづらいスポットでした。それがこのここ近年の河口湖の減水により、非常に、足場がいいとはお世辞にも言えませんが、岸釣りには最適なスポットとなりました。で、我々から見て足場が悪いということはどういうことかというと、何度も言うようですが、ストラクチャーフィッシュである障害物を好む魚であるバスには最大の、自分の身を守れるスポットであるということですね。非常に、おかっぱり岸釣りを楽しむには湖中でも、1、2を争う、スポットだと思います。最後にこの場所での注意点なんですが、やはり残念ながら駐車場が
身近にはないです、まあ、ちょっとでも歩いていただくとですね、トイレも、立派に完備された駐車場もありますし、で何よりもこのポイントの場合はですね、こういった顔をした非常に優しいオーナーが経営しておりますプロショップが、より身近にあります。釣れないなとか困っちゃったなっていう時は、プロショップの方まで寄っていただけると、いろんなアドバイスも聞けるっていうのがこのポイントの最大のメリットじゃないかなって僕は思うんですが、皆さんいかがでしょうか。ボートからですとこの宇野島のですね、ちょうど画面見て右側、東側ですね、大橋側、東岸がですね非常に水の動きがありまして、また、東西南北を区切ってウィードの、繁殖の仕方が非常に東側はいいです。東側は、そういった通り風の動きがある、水の通しがいい、物繁殖がいいということで、ボート釣りには最適なフィールドとなります。特に、初心者の方、また河口湖に不慣れな方ですも、まずバスを河口湖で触りたいな、まず一匹釣りたいな、ボート釣りでやってみたいなっていう方は、この宇野島の東岸ですね、東側を、お勧めします。今日は残念ながら、見ていただくと分かる通り、レンタルボートを借りてらっしゃる方のアングラーの方がですね、ボート屋さんで貸してくださる、オレンジ色の、法定備品、いわゆる救命胴衣ですねをつけてらっしゃる方が非常にいないのが残念でならないんですが、これは自分の身を守るためのものだということをよく分かっていただいて、事故というのは必ず起こり得ます。釣りをする、楽しく一日を終える、家族の方が待っている家に帰るんだということを頭に叩き込んでもらって、釣りは楽しいものです、これで事故を起こして釣りがつまらないものにならないように、皆さん一人一人、自分の身を守るための道具ですから、必ずボートに乗る場合はライフジャケット、救命胴衣の着用は、心がけてください。はい、いかがだったでしょうか。きっとためになったことだと思います。まだよくわかんねえな、本当かっていう方、もう一回巻き直してもう一度見ていただくと、さらに深く河口湖が知れると思います。もしこのビデオでまだわからない、まだ釣れないなっていう方いらっしゃったらば、そうしたらここですね、河口湖といえばスターバス、ぜひ私のお店にお越しください。お待ちしてます。的ない朝夕というのを中心に考えた場合には、重りをできるだけ軽くしたスプリットショットやノーシンカーというのが中心になってきます。今ここにとりあえずついてますが、これはゲイリー山本の4インチグラブですね、シングルテールですけども、フックはすごいフックの1番を使っています。これで、まあ、キャストして基本的にはボトムへ着くまで、底へ着くまでずっと沈めてあげます。でリールで巻くんではなくてですね、竿でゆっくりと、まあこちらが沖だとするならば、竿でゆっくりとこういうふうに引いていくわけですね。ズル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 、いわゆるルアーを引く際にですね、リールで巻いてしまうと、その値の感じですとか、まあ、岩もまあ、湖の底にある何かしらのこう障害物というのが判断しにくくなります。そこで、竿で持ってゆっくり引くことによって、その判断がしやすくなります。でまあ引く角度というのは、こちらが先沖だとするならば、ここら辺から始めて、まあ大体90度ぐらいですね、90度ぐらいの角度で動かす。その時に扇状にこういうふうに動かすんではないですよ。もちろん、竿を平行にこう動かして90度ぐらいまで持ってくるということです。この時にですね、引く速さを注意しないと、もちろん釣っていく場所が浅い場合には割とこうスーッと引いてもそこ近くを泳いでくれますが、基本的にそこ近くではなく、そこを引いてくるルアーです。まあ、スプリットショット、ジグヘッド、ノーシンカー、これがまあ特徴としては、もうそこを引く、そこをズル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 引っ張ってくる。
このジグヘッドももちろん重さがあります。これは今ついてるのは16分の1オンスで、これもゲイリアン元のテールカットというストレートワームですけれども、この重さも岸から釣っていく場合にはまあ32分の1、16分の1、まあ上は8分の1程度ぐらいまででしょうかね、この手のストレートワームで使っていく場合には。まずウィードエリアでは非常にこう引っかかるということがあります。その引っかかるというのを逆手にとっての釣りっていうのがこのジグヘッドにはあります。ですからウエイトを重くすることによって沈みは早いんだけれども、引っかかりすぎちゃうってことがあります。いわゆる藻に埋まりすぎちゃうってことですね、重くすることによって。ですからウィードの深さや濃さによってこのジグヘッドの重さをチョイスしてあげる。言うならば、引っかかりをですね、できるだけこうウィードの中に潜りすぎないようなウエイトをチョイスしてあげるってことですね。ベイトではまずはこのラバージグ、まあ、どこの湖もそうなんですけども、河口湖を含めてラバージグは外せません。これはまあ岸からを中心にして考えた場合には割と軽め4分の1オンスを中心として考えていいでしょうね。まあ沢村式としてはですね、いくつかのパターンがあるんですが、まずこのステディリトリーブです。沢をゆっくり、これもスプリットショットの脳進化と一緒です。ズル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 引っ張ってくる、そこをズル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 引っ張ってくる、これが一つです。それからさっきのジグヘッドの、リフト&カーブフォール、そしてリフト&フォール2トン、これで3つ目ですね。もう一つがトン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 、もっと水中では綺麗な動き方なんです。これが竿先をシェイクするようなトン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 と小突くようなトン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 、こんなイメージですね。張りっぱなしじゃダメなんです。ちょっと分かりにくいかもしれないな。いいですか、こうですね、入ってますかね。この糸を張った状態でトン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 ではうまく動かないんですね。トン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 では張って緩めるっていうことが必要なんです。張って緩めてトン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 、この違いとこの違いです。これは割とボトムから魚が浮いているような時には有効なんですけども、ホンガリングっていう、これはまあ関西の菊本プロがね、よくやる方法なんですけども、竿をですねタン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 と上げるっていう、ホイ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 、結局この水中へ泳ぎ上がらせるっていう、ホイ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 で、そのままカーブフォールさせるかフリーフォールさせるかっていうことなんです。だからボトムにいる魚ではなく、それよりもやや上にいる、もしくはその、落ちてくるルアーに対して非常にアクティブな時にこのホンガリングっていう、スッスッスッと上げてくる釣り方が有効になりますね。ちょっと残念ながらね、魚の方もっとバンバン釣りたかったんですけど、時間の都合もあって、ちょっと釣れなかったです。あとはその分は皆さんで楽しんでいただきたいと思います。で最後にですね、僕の方から、河口湖で、楽しむために、これは欠かせないよっていうルアーをですね、何点かご紹介したい。あとは、河口湖はこんな注意した方が、いいよっていうような注意点をいくつか、申し上げたいと思います。まず河口湖で外せないルアー、そうですね、大体上からトップサーフェス、表層から順にボトムまで、大体ルアーの場合はオールマイティにありますので、何点か紹介しますと、まずトップサーフェス、いわゆる表層を釣るためにトップウォータールアーですね、水に浮くタイプ、水の表層を、あたかも弱った小魚が逃げ惑うようにアクションをつけてやるということで、トップウォーター、水面を、釣る釣りのためにまずこれは用釣りのアームズシリーズですね、のマイクロポッパーという非常にちっちゃいポッパーです。
河口湖のようにどうしても水の透明度は高くてですね、バスの主食となっているベイトフィッシュが小さい、あまり大きくなりづらいという湖では、本来ルアー、まあ、この話をしちゃうと長くなるんだけど、ルアーとは何ぞやということになるとですね、ただ餌に似てればいいということでもないんですね。ただやはりこういうより餌に似せたフォルム、餌に似せたシルエットのものとなると、やっぱり、マッチザベイトということで、そのバスが河口湖でその今狙おうとしているポイントのバスがどのぐらいのサイズの餌を食べているかということを考えると、ちょうどこのぐらいのサイズに行き着くかなと。続いて同じく用釣りのアームズシリーズの、今度はマイクロシャット。先ほどのやつが分かりますかね、くちばしがついてないですよね。こちらくちばしがついてます。こういう感じの、このくちばしが何の役目をするか、これ正式にはリップ、まあ、唇みたいなもんですけどリップと言いますが、ルアーっていうのはですね、このリップの部分が水の抵抗を受けて引いてやるとプルプルプルっと沈んでいくわけですね。ですからこのリップが長くなれば深く沈んでいくし、短くなると浅いところを泳いでくれる。これはご覧の通りシャットプラグです。シャットプラグっていう、これシャットというアメリカに魚がいるんですけど、その形に模してるんですけど、まあやはりこれも日本のベイトフィッシュのサイズ、特に河口湖のような、俗に言うタフ、釣りづらいと呼ばれている湖に合わせて、ダウンサイジングしたルアーです。このサイズでこのリップですと大体1メートルぐらいを潜ってくれるっていう範疇なんですね。先ほどのポッパーが表層を釣るのに対して、これが水面下1メートルぐらいを泳いでくれる。これで、表層から1メートルぐらいまでのミドルレンジまでをカバーしてしまおうというルアー、これも2つ、このハードルアーは、おすすめです。外せないかなっていうルアーのうちの2つですね。続いて、オールマイティルアー、もう表層からボトムまで、ハードルアー、次に出てくるソフトプラスチックベイトと違ってですね、このハード、いわゆる、まあ、硬いルアーですね、こういったボディがある硬いルアーの中の代表選手としてスピナーベイト、僕はおすすめしたいと思います。これは僕のお店のオリジナルなんですけど、泳がした時に三角形、台形になると下が重いですよね。そうするとブラックバスっていうのは、本編でもちらっとお話ししましたけど、ストラクチャーフィッシュ、ネギョでありますから、そういう障害物につく魚に対してタイトにルアーをこう持ってこようとすると、どうしても根がかりがつきものになってしまいますね。それがこの台形のフォルムを作ることによって、砂グレス性、回避性能に非常に優れるわけです。こうどんなスピードで引いても常にボトムを向いて泳いでくれて、なおこういうストラクチャー周りをポンと当たった時にきれいに平を打って、こうイレギュラーにダートするというんですけど、こう不規則なダートの動きでかわしてくれて、また泳いでくれると。これはただこう引いてくるだけでですね、このブレードと呼ばれるこのカップの部分ですね、これが回転してフラッシング効果、光とこのフォルムでバスを誘ってくれます。これも欠かせないルアーだと思います。まあいろいろご説明してきましたし、解説もさせていただきましたが、まだ納得いかないよ、それでも釣れないよ、そういう方のために、私は河口湖畔で、店をやっております。小さい店ですが、ご覧のような、ルアーだけの専門店ですので、もしどうしても釣りたいよ、もう一匹釣りたいよっていう方は、河口湖の湖畔にぐるっと回ってもらいますと、スターダストというお店があります。こういう男が店長をやっておりますので、ぜひお店の方にもお立ち寄りください。水中映像で見るブラックバスポイントマップ河口湖、楽しんでいただけましたでしょうか。東坂プロ、沢村プロ、トッププロのテクニックをご覧になって、いかがだったでしょう。これからですね、皆さんの目の前に、今まで見たことない映像、そうしたものをできましたら、これからもお届けしたいと思います。またお会いしましょう。